ケート場でおやつ食べたいと思ってるの？でもスケート場の人はそれを許さないよ。おお、はい、超ついてるぜ。入り口に誰もいねえよ。チョコレートがついたスケート靴を持ち込めるぜ。急げ。おっと、いらっしゃい。入場料払ってちょうだい。ああ、もちろんだよ。二人分。あなたのスケート靴とっても変わってるわね。鋭いし。さあ、入って。うまくいったぜ。ハイタッチだ。俺らならできると思ってたんだよ。ほら、これお前の分だぜ。ありがとな。このヘルメットいつも邪魔してくるぜ。ミルクチョコか。大好物だぜ。俺もだ。このチョコうめえな。お菓子を色分けするのが好きなのよね、私。こんにちは。あなたのメイク素敵ですね。ああ、ありがとう。私も気に入ってるの。は？あんたマシュマロ焼いてるの？出てきなさいよ、二人ともよ。え？もう、また初めから分けないといけないじゃない。このズボンを使うのさ、誰にも気づかれまい。スターのお出ましだぜ。やあ、かわいこちゃん。ごきげんよう。信じられない、本物だわ。歌手と一緒にスケートするっていう、あのテレビ番組のスターだわ。一緒に写真撮ってもいいですか？もちろんだよ。ありがとうございます。今日は人生で一番最高な日だわ。このスケート場よく滑るな。何かに寄りかからないと。華麗な動きでチョコレートを食べるのさ。お菓子付きのこのサングラス最高だわ。スケート場のチケット1枚ください。いらっしゃい。嘘。それ私の大好きなファッション誌に載ってたサングラスじゃない。かけてみてもいい？お願いよ。いいけど。これとってもかけやすいわね。それにおしゃれだし、セルフィー撮っちゃおった。この匂いって。私もうそろそろ行かなくっちゃ。チケットもらえるかしら？ああ、はい、もちろん。このサングラスはおしゃれ以上にとっても美味しいんだから。サボってんじゃねえぞ。氷の上に行かせてくれよ。俺たち練習しないといけないんだぜ。どうぞお入りください。ったく新人は困るぜ。あ、あの代金は？準備できてるか？うわ、俺腹減ってきちゃった。俺は最高なチョコレートでできたアイスホッケーのパック持ってんだぜ。なに？俺にもくれ。誰も見てない。フレディ、急げ。こっちがお前のな。やだね、こっちだ。おい、お前って強欲だな。チケットどうぞ。どうも。チケット1枚欲しいんですけど。すごい、何あのスケート靴。私もあんな綺麗なスケート靴欲しいな。みんなに注目されちゃうだろうな。スケート場でスターになれちゃうかも。あの、行っちゃいますからね。やばい、上の空だった。チケット1枚ください。どうぞ。スケート場で食べるお菓子は格別なのよ。仕事は何時に終わるんだい？どけよ、アイスホッケー選手が急いでんだよ。今すぐスケート場に行かねえといけねえんだよ。チケット手に入れたぞ、行くぞ。ちょろかったな。誰もこのガムには気づかなかったぜ。だよな、俺にもくれよ。ほらよ。俺ホッケーのスティックなしで氷の上に立つのは慣れてねえよ。慣れとけよ。お入りください。どうも。
1時間分のチケットください。どうぞ。あ、それからその帽子はロッカーの中に入れとけますよ。ありがとう。でも私かぶっとくわ。耳が本当に冷たくなっちゃうから。おっと、ちょっと一休みしてマシュマロのポンポンでも食べよっと。エネルギーチャージしてスケートし続けるわ。おっと、それともやめとくか。こんにちは、チケット1枚ください。どうぞ。ありがとう。それって板チョコ？違う違う、これは違うんだ。この手袋を買った時からこうなってたんだよ。そんな手袋じゃ中に入れることはできませんよ。わかったよ、取れよ。これもだ。俺は気が変わった。よかった、私ちょうどお腹が空いてたのよ。この仕事最高ね。チョコレートクッキーは私の耳当てにぴったりはまるのよ。こんにちは、私に1枚くださる？わお、その耳当てとっても可愛いわね。私耳当て大好きなのよ。つけてみてもいい？遠慮しとくわ。それじゃあ、いいわよ、意地悪。耳当てちゃん、おやつタイムよ。チップスの袋が入った。最高だぜ。やれやれ。文句あんのか？いえ、別に。チケット1枚ください。運動は体にいいですからね。大変だ、俺のお菓子が。見たわよ、ケビン。マジかよ、おしまいだ。こんにちは、チケット2枚ください。どうぞ。ありがとう。コーラ持ってる？ええ、ここよ。いいね、最高。私はストロー持ってきたから。超喉乾いてるのよ。何？へそからなんか飲んでるの？でも何よ。ああ、なるほどね。私を騙せるとでも思ったわけ？ここのスケート場は砂糖禁止よ。出てって。わかったわかったわ、出てくわよ。やあ、チケットを1枚ください。やべ、もっとうまくコーラ隠さなくっちゃ。こんにちは、チケット1枚ください。なんだか目が泳いでるわ。まあいいか、入って。うめえな。コーラどうなっちまってんだ。凍っちまったよ。まあいいか、俺チューベットも大好きだし。すいません。おい、医者を呼べ。最高ね、ただで中に入っちゃうわ。どうしたんだよ、起きろ。いった、頭が。またあんた？何これ、ストロベリージャム？ケビン！違う、違うんだ。ケビン！こいつをつまみ出して。離してくれよ。私たちの動画は好きだったかな？それならどれが一番好きだったかコメントに書いてね。マシュマロのマフラー？チョコレートパック？それともお菓子のサングラスかな？そして地味たち、私たちのチャンネル登録とこの動画にいいねとベルマーククリックしてよね。ウーフーからのおっかしい新着動画をどれも見逃すでないぞ。